七夕というと星空を思い浮かべますが、梅雨の季節なのでなかなかその星も見えづらいのですよね。だからこそ願い事の価値も上がるのかもしれませんが、地方局を名乗る私も田舎暮らしなので、都会に比べるとその価値が見えやすいところにいるのだなぁと改めて気づかされます。幸せは求めるものではなく気づくものとはまさにこういうことなのかもね。さて、こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイ、クソガッキーと名付けてプレイしております。今回はこちらの期間限定イベント、君と綴る瞬きの星物語復刻版ということで、七夕エピソードを一緒に楽しんでいきましょう。それでは続きご覧ください。どうぞ。場面は不動産王の檜山さんからモニター依頼された長野県のリゾートホテルに到着したところからです。わあ、すっごい絶景。そうだな。心なしか空気の味までうまい気がするな。あの湖、鈴木先生の小説に出てきたところにそっくりだ。まさにここが物語の舞台なんじゃ。ああ。渡部から連絡が来て、夕方には着くそうだ。今王子も乗せてくるらしい。仕事次第って聞いてましたが、来れることになったんですね。よかったです。まだまだ人が増える?夏目はクーラーのある場所希望。孝太郎は自分の研究で不参加か。それもまた個性が出た休暇の過ごし方だな。お待たせしました。皆様のお部屋をご用意できましたのでご案内いたします。すいません、早い時間なのにありがとうございます。人数も多いので各自部屋に向かいますよ。そして、あ、もしかして潔くんも上の階?はい。こんな豪華なホテルで一人一部屋なんて申し訳ないです。そうだよね。私もちょっとドキドキしてるとこ。これは頭をセレブモードに切り替えないとリラックスできないかも。もうこのロビーがね、豪華だもんね。え?セレブ?すいません。エレベーターのボタンを押されていないようでしたので。あ、すいません。は?クソガキと潔だと?まさか。まさか、イクトさんの接待旅行も、このホテルで?他に何がある?となると、お前らは。このホテルのオーナーの方が招待してくださったんです。不幸すぎる偶然だな。そこまで言います?アホか、つまんない勘違いしてんじゃねえよ。クソガキと潔が、二人で旅行とか、世界が明日で滅亡してもありえないだろうが。なるほど、ちょっと嫉妬してたんだね。お前、館内で今後会っても一切話しかけるなよ。お前みたいなお笑い女とどういう関係か聞かれてもしたら説明するのが面倒だ。わかりましたよ。というか泊まる会も違うでしょうし、会わないんじゃ。まあこれだけ大きいホテルですからね。おい、部屋間違えてないか?フラグでしたね。いやいや、早乙女さんこそ。イクトさんとクソガキさんが、まさかの真横?おい、間違っても隣で枕投げなんか始めるなよ。しませんって、推しを見に来たんですから、一人一部屋ですもんね。一人でやらない限りはってことですよね。どうせお前は飛行機の光と推しの区別もつかないだろ。それぐらいはつきますって、多分。しっちゃかめっちゃかですが。そうして入った客室は予想以上の素晴らしさで豪華そうだね。いやいや、ここで枕投げはしないでしょ。どう考えてもテラスも広そうだね。無事に荷物を置いた一同は、ホテルが隣接する湖に集まった。結構栄えてるな。フリーマーケットみたいなお店も出てて観光地化されてるんですね。ああ。檜山さんからことづてだが、ここから先は本当にフリープランでいいらしい。部屋で休みたいものは帰って各自自由に過ごしてくれ。それじゃ俺はボートに乗ってきます。ん?随分決めるのが早いな。はい。見たい景色ができたので。手に持ってるのって誠さんが書いた小説だっけ?
何か関連があるのかな。お、あそこに釣り場があるのか。結構本格的な作りだな。関さん、どうですか、ここで釣りでも。そうだな、かなりのブランクがあるんだが、せっかくの機会だ、やってみよう。ほう、関さんとかも釣りされるんですね。クソガキと宝生くんはどうする？あの俺は湖を散策しようかと。釣りもいいけど湖の散策もしてみたいな。私もイサギくんと一緒に散策します。わかった。そうか、また夕食の時にな。何か目に見えてイサギくんが動揺してるような。一人で過ごしたかったのかな。どうなんでしょう。天気もいいし景色もいいし癒される。そうですか。大丈夫？ちゃんとリラックスできてる？もしかして一人になりたかったのに私が邪魔した感じじゃ？いえ全然、そのクソガシさんが邪魔とか全くないんです。ただその、俺と二人でいても楽しくないと思うので。俺と二人でいても楽しくない。闇が深いですね。なかなかディープな一言が潔くんから発せられたけど、別に楽しいよ。え？のんびりしたかったし、こういう時間もいいかなって。それならいいんですが、俺特に話もできないですし、仕事中はいろんな音に囲まれてるから静かな時間もまた。クソガキさん、顔に巨大な虫が。うぎゃー、トラブルが起こりましたね。すみません。まさかあんなに巨大な薄羽白蝶がいるなんて。すごい、イサギくん虫にも詳しいんだね。そんな。名前がわかるだけです。やっぱりここにいたから巨大な虫にも襲われるし。あのクソガキさん、いや、あんなに近くで虫見たのなんていつ以来だろうなって。別に見たいなんて思ってなかったけど、本当に同じものばっかり見てたんだなって。虫とか平気なタイプなんですね。すっごい新鮮。はい、俺も久しぶりでした。ずっと論文やデータを眺めてるばっかりだったので。こうやって自然ってね、癒されますよね。まあ、ちなみにね、薄羽白蝶ちょっと調べてみたんですけど、ポケモンでいうバタフリーみたいな感じの、なんかね、あの虫でした。なので、まあ、そんな汚らしい蝶々でもないのかなって感じでしたね。じゃあ、お互い久しぶりに虫が見れてよかったね。って、あんなに規制上げてたのにおかしいかな。まあそんなね、それでもね、おっきい虫が突然顔に襲ってきたらびっくりしますけどね。いえ。薄羽白蝶も慌てて飛び乗いていたので、きっと心の中では叫んでたと思います。そうだね、蝶からしたら人間なんてね、超巨大な生物ですもんね。イサギくんらしい温かい表現にどこかほっとするのを感じた。ねえイサギくん、今度はあっちの方見に行って。よ。おーい、よい。この声は不良。なんだ、ずいぶん楽しそうにしてるじゃねえか。え、王将くんとお姉さん二人きりと、山崎くん。それじゃ九条家からは桐島さんと要くんが二人で来たんですね。九条家メンバーも合流です。おう、要がずっと勉強頑張ってきたから、いい息抜きになると思ってよ。ちょうど高校もテスト休みになったんだと。まあ頑張ったっていうか、模試と期末試験が続いたから勉強してただけ。そうだったんだ、お疲れ様。うん、別に疲れてないよ。事件の捜査と違って最初からテストに出る範囲は決まってるんだから。さすが要くん、言うことが違う。で、それでこっちのひょろいのが王将か。よろしくな。よろしくお願いします。そんなビビんなって。でかく見えるかもしんねえけど、実際でかくて強えからな。フォローになってない気がしますけどね。何かあったらいつでも頼ってくれよ。あ、なるほどね、味方ですよってことね。そんな、すいません。何かというより
霧島さんに蹴をされていたのでは。俺最低だ。山崎くんの友達なのに見た目だけで不良とか勘違いして。ねえ宝生くん、久しぶり。お姉さんと二人で散歩。特に何も。ん？何も。かなめくん、大人には何もしないでぼーっとしていたい瞬間があるんだよ。そうか。俺はいつでもパワーマックスって感じだけどな。ゴーヤくんは鍛えてるから例外でしょ。宝生くんはどうなの？俺みたいなのがクソガキさんのような立派な大人の仲間に入っていいのか。まあ、二十歳ではあるからね。ぼーっとしていたい大人だよ。つうか、ガナメとまずは手漕ぎボートで競争しようぜって話になったんだ。霧島さんとカナメくんでボートレースを？うん。コウヤくん、ボート経験ないらしいから。あ？何言ってんだ。何回もカナメに説明されればさすがに覚えたっての。とりあえず全力で俺ぶん回せばいいんだろ。なるほど、これはかなりの接戦になりそうだな。うん、頭を使って漕ぐのと力で漕ぐのとどっちが勝つんでしょうってことね。それでどうだ、ユイと宝生も一緒に勝負するっていうのは。4人でボートレースを？おう、面白そうだろ。確かに万全の体調だったら楽しそうではあるんだけど、寝不足だからね。その潔くん、すいません、私は今回観客側でお願いします。恥ずかしながらレースの参加は体力面で不安がありまして、みんなを応援する側で参加したいなと。じゃあ了解。宝生は？俺も観客として見ていてもいいでしょうか。すいません。よし、それじゃ大満勝負だな。ねえ、どっちが勝ったかちゃんと見ててね。こういうところ可愛いですよね。なんかね、大人びているんだけど子供っぽさもありますよね。うん、もちろん見届けましょう。そして潔くん、大丈夫だった？はい。自意識過剰だったらものすごく申し訳ないんだけど、ボートに誘われた時私に合わせてくれたのかなって感じがちょっとして。同調したみたいで、そういうの不愉快ですよね。すいません。そんなことないよ。でも本当は参加したかったのなら悪かったかなって。いいえ、俺はこうやってのんびりしてようと思ってました。まあ、もともとね、散策したいって言ってたもんね。クソガキさんと一緒に、なんて言ったら気味悪いだろうな。でも皆さんでレースをする雰囲気だったら、その参加しないのも悪いかと。潔くん。はい。いい子すぎるよ。大丈夫？変な壺売りつけられたり、英会話教材とか買わされてない？大人としては心配になっちゃいますよね。え？それは、大丈夫だと思います。まあ、頭はいいからね、潔くんは。ならよかった。繊細すぎて面倒とか、生きづらい考え方するなとか言わないんですか？え？言った方がいい？いいえ。でも、よくそういうこと言われるので、早乙女さんとかからめっちゃ言われてそうだね。どうしてだろう。なんでこの人はこんなに。キャー！今の悲鳴だよね、フリーマーケットの方から。いやー、ここでも物騒な出来事が起こりそうです。突如響いた叫び声。慌ててフリーマーケットが並ぶエリアへ振り向くと、いつだ。おじいさんとおばあさんが倒れてる。人混みに紛れ帽子を目深にかぶった男が走り去った。大丈夫ですか？潔くん、行動が早い。潔くんの後を追い、おじいさんとおばあさんの元へ向かう。急に突き飛ばされたんだよ。何だったのかね。荷物確認してもよろしいでしょうか？わしの財布がなくなっとる。私のも。潔くん、二人をお願い。楠垣さん、
お怪我は大丈夫ですか？救急車呼びましょうか？いや、わしはそれほどじゃ。私もすりむいたくらいで、さっき一人で行ったお嬢さんは大丈夫なのかしら？それは、その、突き飛ばしてきた人の特徴とかって覚えてます？確か帽子を深くかぶっててね。いや、わしを突き飛ばしたのは明るい茶髪の若者だったぞ。もしかしてひったくりをした犯人は二人以上いる？クソガキさん、一人じゃ危ない。行かなきゃ。うわ、いつだ。大丈夫？あなた。待て、止まりなさい。しつこいやつめ。さが、なかなか縮まらない。誰か、あの男を止めてください。ひったくりです。さあ、解決していくのかな。無事に済むといいんだけど。あの声は、青山。一般の方に被害が及ばないよう誘導を頼めるか？はい。もちろんです。え、なになに？怖っ。ひったくり犯が来ます。これ以上近づかないでください。おい。動くな。退路を塞いだ。これで逮捕できる。おい、こっちだ。え？なんだと？湖畔でモーターボートに乗った男が追っていた男に呼びかけて。助かった。待ちなさい。男二人を乗せたボートはそのまま湖へと進み出す。くそ。対岸に逃げるつもりか。よし。取り急ぎ、彼に連絡を取ろう。そうだ、ボートといえば。桐島さん、男二人組のモーターボート止めてください。え、手こぎボートでしょ？ねえ。荒野くん、今の声って。うん。止めるしかねえな。あ、来た。うわぁ大丈夫なのかな？なんだ？あそこの手漕ぎボート、異常に速いぞ。荒野くん。手漕ぎボートのコツ。腕の力に頼らず、上半身を大きく動かし、オールを回転運動させる。よっしゃ。なるほどな。掴めたぜ。あいつらの進むところに先回りだ。うん、カナメくんの頭脳と霧島さんのパワーが合わさる総力戦ですね。あいつ、俺たちのコースを塞いできてやがる。方向を変えればこっちのもんだ。ほら。な、こっちのボートに飛び移った？すごい身体能力。おい、おとなしく掴めるか、泳いで逃げるか、どっちか選びな。お、高速で鳥かじいっぱいの電打中に荒野くん一人が飛び移ったら、はあ、そりゃ転覆するよね。うわ、溺れる。助けてくれ。はあ、引き上げてやるが、俺は警察だ。二人とも現行犯逮捕する。げえ。ちゃんとオチのついたエピソードでしたね。その後、潔くんが呼んでくれたという県警が現れ、無事に男たち二人は連行されていった。霧島さん、大丈夫ですか？湖に落ちたって。おう。まあな、こんな広いところで泳ぐなんてなかなかないから楽しかったぜ。服着たまんまね、入るとなかなか難しいって言いますけどね。あのさ、いくらなんでも着替えないと風邪ひくでしょ。荒野くん、部屋戻るよ。どっちが保護者なんだかって感じだね。これくらい適当に歩いてりゃ乾くけどな。自然乾燥に求められたハードルが高い。あ、潔くん、なんでそんなに走って？ごめんなさい、俺複数犯だって分かってたのに転んで伝えられなくて。ちゃんと伝えられれば霧島さんが水に落ちずに済んだのに。気にすんなよ。水も親しむいい男って言うだろ。はあ、水も滴るいい男ね。でもなあ、王将クソガキ、じいさんとばあさんが礼言いたいってよ。え？さっきはすぐに助けを起こしてくれてありがとうね。
財布が盗まれたって気づいて助かったよ。いえいえ、犯人がナップザックに入れたおかげで財布が濡れなくてよかったです。よかったです。お、そっちが噂の宝生くん。はじめまして、渡部です。チャンピオン T シャツを着てやってきました。チョコレートミュージアムで、同時通訳をしてた？そんなすごいのにね、チャンピオン T シャツはちょっとダサいんじゃないかとね、思ってしまうんですが、まあいい男が着ればそれも許されるということでしょうか。ん？あれ？もしかして見ててくれたの？嬉しいね。あの、突然の事件は仕方がないとはいえ、大立ち回りで怖い思いをしたでしょう。ああ。それなのに、率先して警察に通報までしてくれて助かったよ。いいえ。その、俺はそれしかできなかっただけなのに。いや、普段は事件に無縁な学生がそれだけできたっていうのが十分すごいことなんだからな。確かにね。そうですね、私が二十歳の時だったら腰抜けちゃってたと思います。うん、実際そういうのが身近じゃなかったら行動ってできないものだからね。なんで楠垣さんだけじゃない、なんで皆さんこんなに俺によくしてくれるんだろう。著名なフランス人シェフのお披露目を兼ねた夕食は当然のように素晴らしく美味しく。Alors je vous conseille château du Fru Peuple. Ça va bien avec omelette au cheese au beurre de vanille. ここだけ見るとね、言語設定がおかしくなったのかと思われそうですね。フランス語は正直発音も難しいし分からなかったので意味調べました。一言目が次にシャトーニュフリュパプをおすすめしますの意味で、シャトーニュフリュパプはワインの名前ね。で、こちらの二言目がバニラバターで焼いたロブスターによく合いますよという意味でした。OK、 ジュバボンサー、じゃあこれで頼むよってことですね。なんかあそこだけフランスになってる。やっぱりオマールにはマロラクティック発酵したおおらかな味わいの白だな。え、確かに青山さんのセレクトしたワインが一番マリアージュを感じますね。青山がワインに詳しくて助かるよ。あそこは完全に高級レストランに集ってる風格だし。へえ、これ美味しいね。かなめ、お、いつも通りよく食べてんな。きっとそのうち背伸びるぞ。別に。そのうちじゃなくて今伸びてるから。まあ18歳だからね、成長期ももう終わり際かなってところですよね。桐島さんと要くんは仲良さそうで癒される。なんかテーブルが離れると世界が違う感じですね。それぞれの個性が出てて面白いよね。面白い？ん？うん、こんなホテルに来ること自体私の日常生活だと絶対ないし、単純に面白くってワクワクするなって。ごちそうさま。わ、もう食べ終わったんですか？ああ。早く出してもらえて助かった。俺はこれから流れ星を見に行くからな。流れ星か？ちゃんとお願い事ができるといいですね。たく。お願い事以前に見れるかもわかんねえだろ。俺はただ、鈴木先生が書いたような流れ星が見たいだけだ。この環境なら、1時間で5から10個くらいは肉眼で見える流れ星があります。結構多いもんなんだな。それなら、1時間いれば確実に見えそう。いいえ。ただ、人間の視野は夜空全体の4分の1くらいが限界なので、観測できるのは1、2個かと。いや。それだけあれば十分だ。ありがとな。そんな。とんでもないです。そっか、人間が見える範囲って予想以上に狭いものなんだね。はい。そうなんです。夜空全部のうち、それしか見えなかったら。きっと見逃してるものもたくさんある。わ、綺麗な星空。食事を終えて外に出ると満天の星が広がっていた。まあ僕も個人的にね、田舎暮らしなんですけども、確かにずーっと見てると流れ星って結構見えますよね。晴れて
よかったな。はい。車もほとんどかかっていませんね。先に行った荒木田さんは、本を手に持ちながら星空観察、真剣な顔して流れ星を探してるのかな。まあこの七夕の時期ってね、梅雨の季節ですからね、こうやって晴天で見られて幸運ですよね。ちょうど望遠鏡がセットできたので覗いてみてください。お、見てみようぜ。はいはい、急がなくても推しは逃げないから、どっちが保護者なんだかって感じだね。ね、シェフから星空観察用のプチフールとワインの差し入れもらってきたよ。なかなか粋な計らいですね。あ、イサギくんも来たんだ。手に持ってるのって確か、スエザ早見版です。普段こんなにたくさんの星は見えないので、なんか俺だけ準備万端ですいません。ううん、準備万端なのは荒木田さんもだし、それぞれの方法でみんな楽しんでるのは同じだから。え、生チョコにオーストラリア産の赤、フルボディで渋みを強め、この組み合わせ使えるな。まるで流れ星に触れるかのように手を、こんな感じか。皆さん違う見方で星を見てるんですね。うん、だから潔くんも好きな方法で見ればいいんじゃないかな。あ、そんなこと言っておいて、私は鑑賞方法もあんまり決まってないんだけど。エクション。あ、大丈夫ですか。冷えますよね、高原の夜って。ごめんなさい、唾とか汚い液体とかかかってたら遠慮なく拭いて。女子力が低いくしゃみにも程がある。肩にふわりとかけられたのは、イサキくんが手に持っていた上着だった。優しいね。これイサキくんの？はい。さ、寒いかなと思って、これ洗ってからまだ着てないので、でもダメなら遠慮なく。自分で着ようと思って持ってきたはずだろうにね。ありがとう、潔くんってほんと優しいな。え、ありがとうございますね。え、宝生くん、暗い光で星より早く移動して徐々に消えてくものってある？急に謎謎みたいなこと言い出してるけど。はい。ゴーヤくんがさっき UFO を見たって騒いでるんだけど。もう、なんで要も誰も見えてねえんだ。暗い光がまっすぐ移動してたんだよ。いや、あいにく俺には見えなかったな。かなり高度が低かったのかもしれませんね。移動していたのなら飛行機という可能性は。けどよ、飛行機の光はもっと明るくて誰でもすぐ見えるだろ。それにチカチカしてねえんだよ。そうだな、確かに飛行機の光なら点滅してないとおかしいな。そうなると本物の UFO 目撃？イサギくん？おもむろにスマホを操作していたイサギくんが顔を上げておずおずと話し始める。多分霧島さんが見たのは人工衛星だと思います。詳しいんだね。お？人工衛星？でも人工衛星で自ら発光するようなタイプってほとんどないはずだけど、カナメ君も詳しいね。地上は日が暮れていて、人工衛星は太陽光を反射する位置を飛ぶ。そういう条件が揃ったわずかな時間だけ人工衛星が夜空に見えるんです。そうか、なるほど、詳しいな。いえ、場所ごとに人工衛星の出る時間を簡単に調べられるサイトがあるだけで。潔くんが見せてくれたサイトには、明け方までに通過する人工衛星が一覧で載っている。これ実在するのかなと思って調べてみたんですけど、実際にあるようですね。うん、20時39分に最大高度で、明るさは 5.9 等星。時間も合ってるし、明るさは肉眼で見えるギリギリ。人工衛星で間違いなさそう。よかった、間違ってなくって。すげえな、お前。UFO の謎がこんなところで解けるとは
思わなかったぜ。宝章って星博士だったんだな。あ、いや、俺は全然専門的な知識もないですし、そんな恐れ多い称号は俺から見れば十分博士なんだからいいだろ。その人工衛星カナメも見えるくらい明るいやつって通らないのか。別に。俺は。お前ずいぶん光の正体を気にしてたじゃねえか。その遅い時間になりますけど、深夜2時過ぎに ISS 国際宇宙ステーションが見えます。今夜は 0.7 等星なのですぐに見えると思います。へえ、そんなに明るく見えるんだ。よっしゃ、カナメがまだ起きてたら見に行こうぜ。はあ、深夜2時くらい起きてられるに決まってるでしょ。子供扱いしないでってところが可愛いですよね。あ、潔くん楽しそう。あとで上着のお礼を言いに行こう。そして暖かい上着に包まれながら降るような星空を一人見上げた。星ってこんなにいっぱいあるんだな。当たり前のことなんだけど全然気づかなかった。アウトドア用のランタンに虫がたかるのも今は意外と嫌じゃない。ショック療法というか、昼の顔に止まった虫のおかげで虫に慣れてしまった。それも意味のある描写だったんだね。自由な星空鑑賞会は各々が好きなタイミングでお開きとなり、ぷはー、お風呂上がりのビールまで用意してるなんて、なんて至れり尽くせり。せっかくだし星空を見ながらのビールも美味しそうだな。寝まぎ姿のままベランダに出て行くと、星空鑑賞もね、締めに入っていきます。お前、嫁入り前の女がなんて格好して出歩いてるんだ、アンポンタン。なんで早乙女さんが自分の部屋のバルコニーに出て何が悪い。それにしてもタイミングがぴったりすぎたので、出歩くも何もここ私の部屋ですし、パジャマ着てるじゃないですか。たく、隣が俺じゃなくて物好きのガマガエルみたいな変態だったら大変だろう。それどんな確率ですか。というか胸元もはだけてないし、至って普通の寝間着だと思うんだけど。そういう早乙女さんの手には部屋で冷やされていた同じ缶ビールが握られている。接待で飲まなかったんですか。個室でタヌキジジイたちと飲む酒がうまいとでも思うのか。まあ大変なような気はしますけど、早乙女さんが自分で参加することにした接待なんですよね。なことは分かってる。俺はタヌキジジイたちをポンポン手玉に取ってやるんだ。あ、この人絡み酒のタイプだな。早乙女さん、今日くらいは綺麗な星空でも見上げましょうよね。はぁ、そういえば潔くんがいてた宇宙ステーションが見える時間がそろそろ。あ、お、あそこに見えます。北北星を明るい光がスーッと横切っていって。すげえな。本当に地球の周りを回ってるんだな。へえ、飛行機より遅いけど動いてるってはっきりわかる。あの中に人が、不思議ですよね。宇宙飛行士の方々があの中にいるなんて。くぅ、どいつも頑張ってるんだろうな。よっしゃ、俺も頑張るぜ。荒野くん、深夜に声大きいって。やっと見えた流れ星。それぞれ思い思いに楽しんでますね。部屋の明かりを消した方がもっとはっきり見えますね。きっとあの動いてるのが宇宙ステーションですよ。厳しい選抜をくぐり抜けた宇宙エリートの集う場所か。皆さんそれぞれ夢や目標を抱いて宇宙に行ったんですよ、きっと。これってなんだかロマンのある話じゃないですか。ああ、七夕の織姫と彦星よりは現実的か。なるほどね。まあ、人生が飛んでると思うと不思議な感覚で空を見上げちゃいますよね。衛星を作る人は地上から見守るオペレーター、そして宇宙飛行士。
きっとそれぞれが違う思いで空に向き合っているんだ。俺も。お？何か言ったか？ねえ、もしかして流れ星にお願い？いえ、俺は何も。そして翌日。お嬢さん。おはよう。どうやらリラックスできたようだな。檜山さん、え、まだ朝ですけど、いつ来られたんですか？ああ。もともと昼には来る予定だったが、宿泊客がひったくりにあったとなれば、駆けつけない理由はない。ひったくりの被害というと、もしかして。あら、昨日助けてくれたお嬢さんじゃないですか？オーナーの方が親切に声をかけてくださってね、助かったよ。おじいさん、おばあさん、よかったです。あ、二人とも元気そう。そこの子もありがとうね。すぐに声をかけてくれて嬉しかったわ。うわ、すいません。少しでもお役に立てたならよかったです。イサキくん。昨日と同じようでいて、しっかり頭を下げたイサキくん。そのお礼の立ち振る舞いは、どこか綺麗に見えた。まあね、夜空を見て決意をして思うところもあったんでしょう。どんなに楽しい日も、輝いた時間も終わりを告げて日常が戻ってくる。当然のことだ。まあ休日でそんなもんですよね。宝生くん、ごめんね。結局こんなにやってもらっちゃうなんて。いいえ。大丈夫です。俺の判断で評価軸を増やしてしまったので。いやあ、宝生様々だな。この後みんなで宝生色飲みしようぜ。とか言って、それ口実に飲みたいだけでしょ。バレたか？でも、当然みんな行くだろ。宝生くんの分はお礼でこいつがおごるからさ。あ、俺かよ。すみません。今日は遠慮します。その、星を見たいので。星？グループ研究、ありがとうございました。うん。まあでも大学生のノリって感じですが、ついに行っちゃった。でも、今日は。うん。でも、まあそんなんでね、仲が崩れるような関係性には見えませんでしたが。お、見えたぞ。あれが宇宙ステーションか。都内で、こんなに綺麗に見える日は珍しいって教えてもらいました。そうか。都会の空は都会の空でなかなか味があるかもしれないな。あ、関さん、この前の企画書直したのでお渡ししますね。あとは捜査報告書の修正と調書と。俺もだが、随分クソガキもリラックスできたみたいだな。はい、もちろんです。それでは。あれだけのおもてなしをしていただいたのです。檜山さんへのフィードバックは丁寧にしましょう。ああ。ワインリストだが、もう一つ創意工夫を加えられそうで。なるほどね。同じ休日を過ごしても、それぞれ感じたことも楽しんだことも違う。でも、きっとそれでいいのだ。まあね、星の数だけね、考え方もたくさんありますよ。それぞれの人生がありますよってことですよね。なんか視野が広がりますよね。夜空に輝く美しい星だって山の数ほどあるんだから。というわけで、いかがだったでしょうか。君と綴る瞬きの星物語復刻版エピソードをお届けいたしました。疲れている時とか悩みがある時とかに、星空とか夜景とかを見ると、改めて世の中を客観視できて落ち着く気がしますよね。地球上のどこにいようとも、星空自体は平等に見えるのに、思うことは人それぞれ。今回も深みのあるストーリーだったなと感じております。さて、こちらのチャンネルはこんな感じで、僕なりの解釈で男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを紐解いております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。すでにご登録並びに高評価を押してくださってる方、ありがとうございます。コメントまでくださってる方、さらにありがとうございます。そして何より、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願い
いたします。